はい、お待たせいたしました。それではただいまより令和4年度第2回市長記者会見を開催いたします。本日の案件は横浜町で発生した鳥インフルエンザ対応等への職員派遣についてほかとなってございます。それでは案件につきまして小野寺市長よりご説明いたします。市長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずは、ごと党の準備で、若干記者会見をしましたことを申し上げたいと思います。本日は6件ご用意しておりますが、まずは一番に、先日2例目発生しました横浜町さんでの鳥インフルエンザ対応等に関する職員派遣について、この項目から申し上げていきたいと思います。お手元に記者クラブの皆さんにお手元で資料をペーパーをお配りしておりますけれども、すでに皆様ご報道の通り4月8日金曜日、横浜町の養鶏場から、鳥インフルエンザウイルスが発見されたということでございました。その後2カ所目の農場でですね、さらに鳥インフルエンザウイルスが発生ということで、今日動きがあるところでございます。まずは被害に遭われた事業者の皆様に心からお見舞い申し上げたいと思います。その上で、中断ございますが、青森市としてはその担いとして、その防疫作業に従事されます県職員の感染防止を図るために、当該職員の健康観察、健康調査、健康観察を行うために人員を派遣してございます。中断に表がついてございますが、4月9日土曜深夜からでありますが、青森保健所の職員4名の派遣を皮切りに、すでに4チーム15名を現地に派遣しております。また下段にございます2カ所目の農場についても、今後派遣予定ということで、すでに人数発表させていただいておりますが、見込み9名の現時点で延べ9名の派遣を予定しているところでございます。合わせまして現時点では延べ24名の派遣の見込みでございます。大変青森市も鳥インフルエンザ発生の経験がございますので、まさに人事ではないということで、直ちに対応させていただいているところでございます。昨日もこれはすでにご取材いただいておりますが、南相馬市への派遣も職員2名を決定したところでございます。こちらも被災家屋の現地調査のためということでありますけれども、現地南相馬市長さんからの支援応援要請について直ちに対応するよう指示し、派遣本日からですね、すでに被災家屋の現地調査を行わせております。災害対応ということで、いつ私どもで起こってもおかしくないという観点からは、全力を挙げてその支援に取り組んでまいりますので、皆様のご理解ご協力、また市職員についても、特に保健所は新型コロナウイルスの対応で厳しい状況でありますけれども、二正面作戦になりますが対応させておりますので、ご理解ご協力をお願いしたいと存じます。1点目は資料ですので以上でございます。2点目からは少し内容が変わります。それぞれ、一定のご紹介ですのでテンポよく進めていきたいと思います。1点目は4月16日土曜日を予定しております大臣建設スポーツ広場テニスコートのリニューアルオープンについてが2点目でございます。これもお手元の資料のみとしておりますけれども、4月16日土曜日12時から正午からリニューアルオープンということで、リニューアルオープンセレモニーを開催いたします。市のスポーツ協会、またテニス協会、ソフトテニス連盟の皆様、そして運営者のスポーツネット青森様からも代表の皆様においでいただいて、テープカットを行う後、小学生や中学生による子どもたちによる試し打ちのデモンストレーションもご協力いただけるということでございます。このスポーツ広場概要を下段に記載してございます通り、テニスコートは12面のほか、サッカー場やラグビー場などの、多目的に利用できるスポーツ広場でありますが、今回のテニスコートの改修についてはいわゆるトトですね、スポーツ振興区の助成金の、内示内諾をいただきまして、全12面人工芝での張り替えが完了いたしました。国民スポーツ大会では8年のいわゆる国スポでも、テニスやソフトテニス、公式軟式ですねのテニスの練習会場ということでも取り扱われておりますので、そうしたことに向けても、非常に明るいニュースになるんではないかと思います。何よりテニス協会の皆さん、ソフトテニス連盟の皆さん、いわゆる公式軟式のテニスのクラブの小中学生の皆さんなどで
実際に、まあ、体験いただいてという声も聞けるかと思っておりますので楽しみにしてございます。こちらはこうしたリニューアルを、セレモニーのご紹介でございましたので、ペーパーとしてございます。次の3番2022青森桜マラソンの開催についてと、まあ、過去4の青森春祭りについては季節の開催ですのでパネルも出しておいてもらいましょうか。桜マラソンについてはお手元に資料記者クラブの皆さんを配っておりますが、もうすでに発表の通り4月17日日曜日8時半野庭公園をスタートに青森桜マラソン開催いたします。この桜マラソン開催後に、まあ、こちらのパネルに用意しましたけれども青森桜祭り、青森春祭りですね青森春祭り、このちょっとバット公園会場の少し下に書いてございますけれども4月17日オープンなんですが、桜マラソン開催後ですので初日は15時から18時までという形で、まあ、連続して開催をする形になろうかと思います。まず桜マラソンですがお手元の資料にあります通りこれまでの新しいところですと人数が確定いたしましたので発表しております。1334名の参加をいただけることになりました。参加人数フルは375、ハーフで423、10キロで536名の方のエントリーがございました。もともとは7000人規模の大会で用意しておりましたので、感染症対策として主な対策とございますけれどもまず県内在住に限定したことなどにより人数を絞った形で開催することになります。ただこれが、まあ、第1回ということになります。実情第1回ということになりますので、まずは少人数でありますがやらせていただいてということかなと思ってございます。また感染症対策として県内在住者の限定のほかいわゆるウェーブスタート、タイムによって、チームを2つのウェーブ波に分けて発送いたします。ですので第1ウェーブのフルマラソンが8時50分の号砲ということになります。10キロの第2ウェーブ、ハーフマラソンの第2ウェーブが9時40分が最も遅くなるわけですけれども、順次でいいこと。それから、青森市独自の取り組みとして、大会当日の抗原検査も実施し、まあ、参加者の方の安全を守っていくということも取り組みますので、こうした形で安心してお迎えいただけるように思ってございます。まあ、スタート野庭公園、それからフィニッシュ会場、まあ、青湯公園になりますけれども、こちらでは表彰式、まあ来るは12時ごろと聞いたように言ってます、頃の表彰式になると思いますけれども、ここまで私自身もぜひ応援に、お邪魔させていただいて激励に努めたいと思っておりますので、残念ながら私走るのはあまり得意でないので、応援の方に回りたいと思いますけれども、ぜひ、まあ、ご取材盛り上げにもご協力いただければ幸いです。その後昨日、まだ春祭りと、このパネルのやつですね。春祭りが学校公演、4月17日から5月1日まで。それから、野庭公演で4月23日から5月1日まで。9日間ということでございます。日本気象協会の予想は4月17日日曜日の開花日に当たった格好になってますが、天気次第で、まあ、明日の開花もあるかもしれませんので、まあ、そういう意味では、桜マラソンも合わせてちょうど時期としてはぴったりあったのかなと思ってございます。もちろんこちらも感染症対策下の方に値段にパネル書いてございますが会場出入り口を限定して検温連絡先の記入をご協力お願いいたします。また露店については出店いたしますがテイクアウトのみ、それから会場での飲酒、バーベキュー、カラオケなどは、まあ、感染拡大の恐れがあるということで今回はご遠慮禁止をさせていただきたいと思います。また開催時間についても18時までになってございます。まあ、例年ですとイベントがあったりとか盆盛りの点灯というのも大変人気あるところでございますが、まあ、今年はこうした観点から中止することについてどうぞご協力ご理解いただきたいと思います。ぜひ桜をめでるという形での春祭りで今年はお楽しみいただければ。で、お土産にですね露店のおテイクアウトをいただけるような格好で、ご自宅でもその余韻をお楽しみいただければというふうに思ってございます。ご協力よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして括弧5番の日程のご紹介ですがこれも大変大きい部分になりますので改めて括弧5多少青森市アリーナ及び青森セントラルパークと整備運営事業建設工事安全祈願祭についてということでお手元にこれも資料で日程ですのでお配りしておりますが4月21日木曜日の11時来週木曜日の11時からを予定してございます。
安全祈願祭ということで、いよいよ建設工事に着手してまいります。皆さん、ご列席いただいての安全祈願祭になりますが、やはり皆さん目に引かれるのは株式会社熊健吾建築と設計事務所、熊健吾先生ご自身自らお入りになるということでございました。そのあたりも熊先生のこのプロジェクトに対する思いというのを感じさせていただくところで本当にありがたいことだと思います。その他いわゆる JV になります、 SPC ですかね、正確には SPC になりますが、11社うち地元企業8社ございますけれども、この SPC 特別目的会社からなる青森ひとつくりサポート株式会社の皆様をはじめ、各方面ご列席を賜って安全祈願祭を実施したいと思ってございます。言わずもがなですが、青森市民体育館の建設は1977年でした。昭和52年です。45年経つようであります。大変老朽化した市民体育館ということで、前回のアスナロ国体での建設ですので、それだけ大変維持費等もかかっているところの建て替えになります。また青森総社長跡地については平成10年1998年の用地取得と聞いておりますが、そこから数えますと24年間にもなるでしょうか。もっと言えば平成23年2011年の低炭素モデルタウン事業の中止からすると10年以上経っています。取得から20年、前回の構想から10年、そのまま、言ったらピクリとも動かなかったこの総社長跡地ですけれども、ようやく、来週4月21日、新たな勇気を得て動き出すということで、青森の街づくりにとっても大きなプロジェクトですし、また先ほど申したようにこの事業パーク PFI、民間活力活用型の事業になっています。また地元企業さんの、コラボレーションを得てのいわゆる官民連携型のプロジェクトということで、このあたりも青森市の、特徴、これ JR さんの公式で申し上げますけれども、官だけではなくて民も一緒になって街づくりをしていくということ、また県や国ももちろん交えてということが青森市の、その街づくりの特徴だと自負をしておりますので、そうした意味でも大きなプロジェクトとしてご紹介をさせていただきました。お二人ともあれれば幸いでございます。では最後、これは新しいお話をご紹介申し上げますが、パネルもご用意いたしました。6月1日水曜日になりますが、こちらから新たな青森市の広報番組をスタートいたしますのでご紹介させていただきます。まず番組タイトルですが、青森ライブと大きく黄色書きしてございます。青森の、ライブ生放送で青森の今をお伝えするということで青森ライブであります。番組内容ですが、平日の月曜日から金曜日のお昼12時20分から35分まで、15分間ですが、毎週の平日ずっと続けるいわゆる帯番組のスタイルで行います。放送局青森ケーブルテレビさんのご協力いただいて、また市民チャンネルという形になりますけれども、ケーブルテレビさんのスタジオからライブ放送をさせていただきます。またちょっと米印小さく書いてございますが、同日、再放送も複数回実施いただけるということ、また番組で紹介した動画、公式 YouTube チャンネル、いわゆる YouTube ですねを活用して、公開するということで、ダブルトラックという形でのメディアミックスの放送という形になります。上の方にパネルの上の方にも書いてございますが、県内初、我々も全部調べてきたわけではありませんが、少なくとも県内では、YouTube チャンネルをお持ちの主体はありますけれども、帯番組でのライブ放送というのは、おそらく、県内というか東北では多分初だと思います。中核市にも聞きましたがなかったそうであります。全国までなかなか調べきれませんが、少なくとも県内初は間違いないと思いますが、帯番組形式での、ウィークでの毎日番組をお届けするというスタイルでございます。また青森ケーブルテレビさんと YouTube でコラボレーションのスタイルで広報をお伝えするということでございます。パーソナリティと下の方に写真もついてございますけれども、曜日ごとにそれぞれ違うパーソナリティをお迎えして、またテーマも異なる形でお伝えをしていくというテーマを持った曜日にしていければと思ってございます。下の地域おこし協力隊の皆様の写真も借りておりますけれども、
パーソナリティ、曜日別のパーソナリティと、それぞれの地域おこし協力隊の皆さんのご協力で、いわゆる動画をこう放送したり、あとは青森市からの、情報、イベントであったり、いわゆるブレイキングニュースですね、新しい情報があったときに即お伝えできるようにということで、構成していきたいと思います。私もMC として金曜日を予定してますが、参加をしようと思っております。あとはそれからですね、一番下の、このパネルの一番下ですね、5月24日、この、18時半からと書いてございますが、番組スタート記念の特別番組をご編成いただけることになりました。こちらも、生放送30分、18時半から30分になりますけれども、青森市民チャンネルで、青森ケーブルテレビさんのご協力でお伝えをしようと思います。特別番組、最初の初回を目指してとなりますので、オールスターキャスト、オールキャストで、番組の見どころをお伝えしようと思ってございます。いずれのパーソナリティも、青森市観光大使の千川栄三さんや GMU さん、またブルートキョさんは東京を活動されているので、ブルーアスリートさんに今回おいでいただきますけれども、また地域おこし、地域活性化企業人として日本航空 JAL さんからおいでいただいている佐藤由紀子さんにもパーソナリティに入っていただいたり、市内大学生をお招きしたりという形で非常に賑やかなプロジェクト、また特別番組になろうかと思いますので、ぜひご期待いただいて、番組テーマソングも GMU さんがお作りいただけるということですが、まだ作っていると聞いてますので、まだ完成形聞いておりませんが、鋭意作成中ということで、ご期待いただければと思います。青森市の魅力を、ライブ方式、また折り番組でですね、お伝えするという前例のない取り組みでございますので、ご期待いただければと思ってございます。以上でございました。ありがとうございます。はい、それでは案件に関しましてのご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。案件以外のご質問に関しましては後ほどお願いいたします。それではご質問がございましたらお願いいたします。ご挙手いただければマイクをお持ちいたします。はい、よろしくお願いします。日報社の山口です。最後にご紹介ありました青森ライブ、確認も含めてなんですけれども、出勤曜日に毎週の研修を設定できるということなんでしょうか。はい、業務が許す限りは、できるだけ立ち会いたいと思っています。大学生の皆さんと、キャンパスライブだったり、その他金曜日ですと今のところ、青森インク東京にありますけれども、青森のアンテナショップなどのご案内なんかもできればなということを今話をしてございます。その放送、内容というか、こういうテーマを設けて、イベントなんかも含めて情報提供していくという、そういう趣旨ということで、そうですね。はい、広報は、もちろん青森の広報は広報青森紙媒体、あとは青森市のホームページとか SNS などで発信はしてますけれども、いわゆる動く広報青森、動画の広報青森のイメージで持っていただければ分かりやすいと思いますが、広報青森ですと月2回の発行ですので、おのずとライブ型の発信とは限られますし、ホームページはやっぱり見ていかないとなかなか見れないと思いますので、定期的に発信していくという形でちょっとチャレンジをしてみようということでの取り組みです。はい、ありがとうございます。他に案件に関してご質問ございませんか。はい、ではお願いします。青森テレビの佐々木と申します。お願いします。青森春祭りについて、学校公演及び日曜公演でのイベントは中止とさせていただきますと記載ございますが、具体的にどんなイベントが中止になったか、いただけたら幸いです。はい、中止というか今年はやらないので例年ですとということで申し上げれば、当然開会式もしておりましたし、あとは人気があるのが展望車といって高いところで子どもたちが見られるアクション、アトラクションとか、あとは防犯コーナーを作ったりとか、そういうこともやってきましたが、今回はそうしたイベントは行いませんよ、純粋に桜を楽しみくださいということですね。横井さん、そんな感じですかね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、他に案件に関してご質問ございませんか。はい、ないようですので、それでは案件以外についてご質問をお受けいたします。ご質問がございましたらお願いいたします。はい。
広報日報社の山口です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、サービス会についてお尋ねいたします。はい、SNS でも拝見したんですけども、はい、サービスのバドミントンの関係で、はい、個々の平行方針というのは研究で決まりましたけれども、はい、何かのバドミントンやりたいということで、中学生高校生この春も県外から復習していると、はい、伺っておりました。そうですね。市としても今年の12秒の建設で、はい、来年度からのという開始を目指していますけれども、市として、いつまでもまだ早くから人が来てくれているという状況に対する、認識とかですね、所感をいただければと思います。はい、ありがとうございます。ツイッターもチェックしていただいて大変光栄でございます。先般浪岡ジュニアバドミントンクラブの、応援とか激励、新年度最初だということなので激励に伺いましたが、中学生が7名、高校生が3名ですか、県外からおいでいただいたということであります。県内出身の方も含めて33人のクラブで、去年よりさらにその分増えてということですので、大変大状態になったという感想もいただいております。今山口さんご質問あった通り、青森市もちろん浪岡高校の閉校に対しては反対をしてきたわけですが、同じく睦司さんも大港ですかね、の高校等について反対してきましたが、我々ちょっと違うアプローチというか、下北の方はまだ県教育とアクセスという形で、アプローチをこの間共謀されたのを拝見しましたが、青森市としては違うアプローチというか、きちんと我々で全国募集すればこれだけの方が来ていただけるんだよということをまずきちんと皆さんに知っていただきたいという思いはございます。まだ寮できておりません。来年度の春の観光予定ですけれども、まずそもそも寮ができる前の、誘致のプロジェクトは動かしてますけど、誘致を手掛けた段階でも去年1人しか、中学生1人、高校生1人でしたが、1人ずつしか来なかった県外からの方がいっぺんに10人来るようになりました。確か県教員さんが4校合わせて12人ぐらいですか、全国募集を今回、学校ごとに4人とか3人違ったと思いますが、12人ぐらい募集されているそうですが、浪岡高校が残っていればですね、今回10人、来年も10人来れば20人というのが増えていきますけど、そのように、実際に4校合わせてもそれを超えるぐらいの勢いで、全国から人が来ていただいている、ある意味そういうモデルケースをきちんとお示しすることで、全国募集に必要なこと、やはり地元の理解、体制、支援、寮も含めたハード整備、そして、いわゆる移住に対する支援というソフト整備、そうしたものをきちんとしていけば人は集まっていくし、そういった形で地域を盛り上げることができるんだよということを、主張してきましたが、残念ながら通りませんでしたので、我々としてはまず中学校でできるところ、青森市が所管しているところできちんとやればこういうことを我々主張してきたはずですよというのを子どもたちに伝え、大人に伝えることで浪岡という地域を、盛り上げることで、一つの、モデルケースを示したいという意気込みはございます。はい、分かりました。そういう趣旨です。はい、大丈夫です。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、他にご質問ございませんか。よろしいでしょうか。はい、それでは内容ですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。